そもそも生まれてきたことが失敗なんです。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添っていく優しいチャンネル、優しいぷよっとしたチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね。そう、また始まりました。世界最悪最低のね、史上まれに見るね、そう、閲覧してはいけない動画チャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね、今日もまたね、くだらない話をしていきましょうよ。そう、今日はね、そうどうにもならないことはどうでもいいことなんじゃないのかっていうね、ありがたいお話をしようと思います。結論から申し上げてね、結論から言って、なぜこんな話をしようかっていうと、昨日ね動画を上げましたけれども、その途中でね、話してることがぶっ飛んだんですね。忘れ去ったんですね。これはなかなか珍しいことで、ネガティブマン非常に困惑したんですけど、さらに困惑することがありましてね、まさにこの動画なんですけど、この今作っているというか撮影している動画についてですよ。もともといいアイデアがあったわけですよ、ね、このことについて話そうと、よしこれはなんかいいぞと思ってたわけですね。そしたらばもう一眠りしたらですよ、一晩寝たらですよ、一晩でもないですけどね、そう、一眠りしたら全く忘れてしまったんですね。その通り、そう、私はもう老人になってね、認知症が始まって、早期若年認知症になったんじゃないのかなっていうね、絶望とともにね、そう、それで昨日の行動とか思い返したりね、いろんなことを思い返して全部忘れてないんですよね。あれもこれも思い出せるのに、ね、この何の動画、どのテーマを持って動画を作ろうとしている、あれだけね、よしこれはいいぞなんて思ってたね、え、なんて言うんでしょうね、こう内容が全く思い出せないんですね。そして僕は若年性認知症だなと思ってね、また絶望して泣いていたんですけれどもね、恐怖を感じて不安に陥っていたんですけれども、まあでもよくよく考えてみたらね、そう、あれですよね、ブルーハーツの歌詞にもあるように、どうにもならないことっていうのはどうにでもなっていいことなんですね。どうにもならないんですからね。そう、つまりどう思い返しても思い出せないことっていうのはもうね、思い出さなくてもどうでもいいことなんじゃないのかっていうね、そう、素晴らしいネガティブ思想に行き着いたんですね。そう、分かんないんですからね、いくら思い返そうとしても浮かんでこないんですから、そう、全く忘却の彼方に、もうブラックホールに吸い取られたんじゃないかっていうぐらい、ね、思い出せないんですからね。思い出せないっていうことはどうでもいいことなんじゃないのかな。そうね、あいつを殺したい、こいつを殺したいとかね、時折昨日の動画でも申し上げました通りね、なんかふとした瞬間にね、なんか幼い頃やね、若い頃のいい思い出がフラッシュバックして逆に辛いという話をしましたけれども、そうなんですよね。で、いろいろムカつきますね、世の中のシステムっていうのはね。そう、話が変わっちゃいそうですけど、とにかくね、そう、人生においてね、もうなんて言うんでしょう、悩み抜いても行動し抜いてもね、どんな工夫をしても
どうにもならないことっていうのはもうね、ほぼたくさんありますね。ね。いっぱいあります。もういっぱいありますよ。ね。そういった場合にね、ネガティブ思想でいけばね、どうにもならないことはどうにでもなっていいことなんだ。どうでもいいことなんだ。そう。人生は茶番であってどうでもいいことだらけなんだ。っていうかもう、ね、冒頭申し上げました通り、生まれてきたことがそもそも間違いなんですからもうね。間違いである以上、その内容についてはね、もうどうでもいいことじゃないですからもうね。そう。もう、ニッチもサッチもいかなくなったら死ねばいい。それでいいんじゃないですか。そう。私のね、なんですよね、二日連続のこの、若年性認知症的なね、そう、それもまたね、病気なのかもしれませんけれども、それもまだどうでもいいことですよね。どんな病気にかかって、どんな死に方をしようとね、そう。どうせ神様は助けてくれはしませんしね、この間もね、なんか、親子三代、暴走トラックに正面衝突して死にましたね。そう。そんなことはいっぱいあるじゃないですか。なんかこうね、ネット上に転がってる動画でもね、信じられないような、本人はそんなに悪くないのにね、ろくでもない事故に巻き込まれて死ぬような動画たくさんありますよね。だから、非常にね、人生は茶番であるということですね。茶番である以上、ね、もうつまり八百長なわけですよね。こう、なんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょう。そう、八百長、騙し、詐欺。うん、非常に詐欺に近い、何でしょう、無価値ですよね。そう、無価値。そう。ね、いろんなガチャとかいろんな、何しろ地域に生まれたりとか、どの時代に生まれるとかね、そういういろんなね、いろんなガチャ、もうね、クソゲー中のクソゲーなんですね。茶番なんですよ。ですからね、そう、思い出せないことは思い出さなくていいしね、そう、うまくいかないのは、そう、茶番なんですから、八百長なんですから、詐欺なんですから。ね、生まれてきたことがそもそも間違いなんですからね、皆さん、そう、そんなね、深く思い悩まなくってもいいんじゃないですか。悲しむだけ悲しんだらいいんじゃないですか。そしてね、どうでもいいことであるということを忘れずにね、言ってほしいなというね、ろくでもないネガティブな開き直りを持ってこの動画を撮っていますね。本来言うべき、語るべきであったね、思いつき、そう、ね、非常にいいなと思った話題を全く忘れましたからね、私ね。そう、思い出せないってことはどうでもいいってことですよ。そう。ね、そう。また労働するのが嫌ですね。そう。もうそろそろやめたいなと思います。本当にね。本当に、そう、皆さん、これを見ている皆さんどうなんでしょうね。若いんでしょうかね。おっさんなんでしょうかね。よくわかりませんけれどもね。おばさんなんでしょうか。とにかくね、いろんなところが痛くなってね、いろんなところに力が入らなくなって。まあね、そう。あとやっぱなんかね、太りやすいですよね。本当のおっさんになってくるとね、なんか、やっぱり、新陳代謝が落ちてくるんでしょうね。そう。まあね、そう、話がどっち、あっちこっちに行ってますけれどもね。そう。どうでもいいんですよ。ね、どうにもならないこと、どうにもならないことほどどうでもいいんですね。そう。ネガティブマンがね、そう。なかなか数十年セックスができないっていうのはもう、本当にどうにもならないことですから、もうどうでもいいんですね。本当はね。そう、それと一緒ですよね。そう。なかなか幸せになれないとかね。
いろいろ悩んでる人はいますんでしょう。僕もね、常にね、悩みと絶望で悲しい気分でね、労働していますよ、ね。でもどうにもならないんですから。どうにもならないってことは、どうにでもなっていいこと。つまりどうでもいいことなんですね。そうなんです。そう。ね、若年性認知症の疑いだったりとかね、昨日もなんか胃の調子が悪くてね、なんかすごく緩慢な気持ち悪さにこうね、ちょっとあれですね、動きを封じられてね、そう寝れば治るかなと思ってたら、治りましたけどねまあね、だからどうでもいいことなんですよね。人生っていうのはどうでもいいんですよ。ですからその中でね、でもやっぱりね、イライラすること、ね、ムカつくやつ、やっぱり殺したいやつとかやっぱりいますんでね、復讐も大切ですから、やっぱりね、そういうね、ネガティブな気持ちがしっかりとないとね、やっぱり力も出てきませんから、そう、それはそれでエネルギーとしてね、そう、そして昨日の動画でも申し上げた通りね、そう、昔の良い記憶を思い出したらかえって悲しくなるのでね、その時にはただただ泣いてくださいというしかないですね。そう、泣くしかないんだから泣いたっていいんですよ、皆さん。なん悲しいんですから。そうね、というどうしようもないね、発見と言いましょうか。そうか、ね、思い出せないってことはどうでもいいんだなっていうことに改めてね、気づかされたのでね、そのこと自体、そのネガティブな思想自体をね、動画にしてみました。どうにもならないことはどうにでもなっていいこと、つまりどうでもいいことね、生まれたのが間違いね、故に人生はどうでもいいというね、ありがたい結論を皆様にお伝えして今日は終わろうと思います、ね。今日にも明日にもね、世界が核の炎に包まれますように。ネガティブマンでした。